デメリュー。今回ご紹介するのはアレス製電動ガンハニーバージャーバージョン2。この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。バイキュー。はい、どうもデメリューです。一瞬放送事故っぽくしてみた。一瞬ね、止まったでしょ。テネマジガのおっさんのイメージ、これ今日イメージしたのは、ハニーバージョンは博士でやろうってコンセプトで、博士でやるんですけど、このメガネがもう歪んでるんですね。今、私が見てる視界でも斜めになってるんですね、これね。でもね、カメラで見るとそんなでもないよ。これね、こう、ノーズのところに片方当たってないんですね。浮いてる感じがあります。でも、博士だから詳しいはずですよ。皆さん、いよいよ来ますよ。はい、本日ご紹介するのは、アレスハニーバジャーバージョン2でございます。やっと来ました。ハニーバージャー、ハニーバージョン2の方でございます。はい、皆様から非常にリクエストが多くて、その熱意にですね、答えようと、浦方さんと決意しまして、今回、そんな決死の覚悟でですね、決死のハニーバージョンをお持ちしたわけでございます。もうちょっと決死だって言うぐらいだから、いや、わかんない。もうすごいこれをですね、持ってくるなんか命がけでハニーバージャーをクッションに車に引かれてみたとかの方が、それはね、感が出ますね、別の人にやってもらう。そういうのは僕ハニーバジャで 50m ぐらいから吊り下げられてるデメちゃんとか、そういうのは別の人にやってもらう。耐久実験みたいなね。でね、多分ちょっと見てる人は早く説明しろってきたわ、ね、ああ、本当に、はいはいはい、やっと来たハニーバージョンなんですけど、はいはい、データが出てるかどうかも怪しいですけど、ね、そうですね、ハニーバージョンはね、簡単なデータしか多分出てない。ハニーバージョン、はい、はい、皆様これね、お待ちいただいたと思うんですけど、バージョン2というモデルの方になります。はいはい、バージョン1、バージョン2、ハニーバージョン CQB っていうのがあったと思うんですが、3種類あるんですけども、カラーも2種類あったんですけど、今回ブラックというのをちょっと選ばせてもらいました。はいはいはい、はい、皆さん見てください、ハニーバージョンですよ。はい、これがエアガンになっているハニーバージョンでございます。はいはい、これはですね、私もちょっとした知識しか持ってないんですけども、コールオブデューティーっていうゲームに出てるんですよね、ゴーストっていう。ほうほうほう、まあ、間違ったらごめんなさいね、CUD がやってるんですけど、 FPS と言われるゲーム、ですよね。それに出てて非常にこれ強いんですよね、ゲームがですね、うん、で使い勝手がいい、それが、いよいよエアガンになってモデルアップされたというものになります。はいはい、で、これ、アレスというメーカーで、海外製のメーカーになりますね。アレスの特徴なんだろうな、アレスは結構昔から、結構あるんですけどね、いろんな、ちょっと、だろうな、ちょっと特殊な銃を結構作ってますよね、アレスは。で、昔からあるんで、親しみのあるメーカーの名前だと思います。じゃあですね、ハニーバージャーのですね、特徴をですね、ポチポチと。ぼちぼちと説明していきたいと思います。はいはい。はい。まずですね、後ろからいきましょう。ストックですね。はい。ストックちょっと特殊な形してますね。これは可変できます。で、ストックを可変するときのボタンが左右についてるんですね、これ。こう。これと、こっちに。はいはい。これ、両方押さないとダメなんです。はいはい。ストック下がらないんで。両方押したら、ぴょんって出てきます。おそうすると、ポジションが実は1箇所しかないんです。でも、サイズ的にちょうどいいぐらいのところになりますね。はい。で、これ、バッテリーがここに入るんですよ。はいはいはい。ここの中にね。で、ストックを1回全部取ってあげなきゃいけないんですよ、これ。両方押さえて、ギュッと。はい。で、ストック取れる。はい。簡単。簡単。そしたら、ここにボタンがあって、見えますか、はい、このボタンを押すと、ピョンと外れます。はい、そうす
するとですね、バッテリースペースが出てきますね。今もう先に入れちゃってますね。これ住民の方ね。住民の方、リポバッテリーの 2000mAh、ね。はい。で、2000mAh だと若干大きいので、ペックタイプを使われる方もいらっしゃいます。バッテリーを入れやすい。はいはい、で、この中にバッテリーを入れてもらって、また蓋を閉めて収納していただくという仕組みになりますね。はい、冷蔵庫で一晩寝かせて、そうですね、はいはい、でキンキンに冷えたものがこちらないんですけどねでこれで、ストックをまた戻す逆転順ですね、で入れていくとこうバッテリーが機内に収納されます。はい、そしてですね、今度はフレームがいきますけど、はい、このアモエバって言われてるグリップなんですけど、アモエバって書いてあるんですけどね、アモエバシリーズって電動ガンあれ使わせてるんですけど、はいはい、これのですね、グリップがこれ細いんですよ、すごくハニーバジャーって。手のちっちゃい方や女性でも握れちゃうぐらい。握りやすい非常に、はいはい。で、フレームはこれ樹脂なんですけど、はい、軽量なんですよね。あ、非常に取り扱いして。曲げで使うにはこれやっぱね。このサイズ感もいいんですね。で、マガジンキャッチはアンビダーなく片側だけなんですけど、これでっかいのありますよね。はいはい、これ間違って押しちゃうかもしれないんですけど、操作性というのは上がってますね、はい、人差し指でこう一応なんかこうリムというかこう周りを囲ってはいるんですけどね、ここを押すとマガジン抜けます、はいはい、でマガジン抜けたからついでなんでマガジン紹介しますね。これ特殊な形ですけど300連マガジンだったはずです。お、多弾層マガジンですね。おこうパカッと開けて、はい、上からじゃらじゃら入れて、はい、全枚が全枚が下についてる。下にこれ前なかなかいいオプション。海外製のマガジンだとちょっと不安があるっていうのを何回か説明させてもらってるんですけど、これは前前なかなかいいオプション。はいはい。ただ前前が良くても、前前の巻き数が多いのかどうかが問題だと思うんですね。300発きちっと打ち切れるか。はいはい。そういうのがですね、実写の方でちょっと試してみます。はいはい。マガジンは、300連マガジンで丸い製のスタンダードのものを使えますから。はい。ご安心ください。これと同じものじゃなくて使えます。でデザイン的にはそれがこっちの方がかっこいいですよね。おしゃれな感じになってるんですよね。だって私ちょっとゲームやらないんでわかんないですけど、ゲーム上でもそういうなんか自分あんまり細かいところ見ないですよね。あーはー、効率を求めると使いやすいものをやっぱり選んでしまうと、まあねまあゲームだとそこまでちょっとこう再現されてるかどうかちょっとわかんないですね。操作性とかね、はい、でこれですね、セレクターはアンビではなくてセーフティー、セミオート、フルオート、はい、こう、まあ、いわゆる16系、M4 系と一緒です。トリガーなんかも、まあガードはちょっと変わってますけど、トリガー自体はもう、そうまた今までとあんまり変わりはない。で、チャージングハンドルを開けるとホップダイヤ、これ回すタイプ、ちょっとM4 とかと違うタイプ、上下に、はい、上下にくるくる回すタイプ、はい、次世代みたいな、そうですね、はい、はい、はい、で、フリップアップフロントサイト、リアサイトですね。お、この辺はね、最近標準装備みたいなもんですね、フリップアップ。もうね、多いですよね、リアフロントで、まあ、みんなドットサイトつけちゃうからね。これもう、これ左右調整できますね、リアは。リア左右調整で上下が前でちょっとできる、前でちょっとできる、あ、前はできないですね、これ多分ね。おもうほんとバックアップだと、バックアップサイトですね。で、これ2種類ついてます、これ。トイレ2種類ついてるけど片側、あ、ごめんなさい、ダミだ。あー、寝かしたときしか使えない。こっち、いや、寝かしても使えないから。そう、ホールのちっちゃいホールしか開いてないです。ん？あ、ほんとだ。ダミーで貼り付いてます。はぁ。まあ、これね、変えられるから、ね、これはね。あ、まあね。こんなに。まあ、リアサイト、フロントサイトしっかりついてるし、で、20ミリのレールが、はい、トップレール、バーって前まで、ハードガードが伸びてる。大丈夫、左右も動きますか？左右は、動くね、これは。なんか工具が必要。ごめんなさい、動かないですね。
っついてたもんね。くっついてる。はいはい。左右調整も効かないし。効かない。うん。デザイン重視。という形ですね。ちょっともし動かしたい方は別の。つけてください。オプションで、つけてもらう。っていうのが一番調整としてはやりやすい。今ぶっちゃけ二人ともアングリしましたよね。あ、動かねえ。もう危なかった。動きますって言っちゃったから。あ、動きません。動きません。はい。もう重要です。危ない。で、トップレールですね。まあ、こんだけ長いからいろんなものつけられますね。はいはい、ドットも、さっき言った、フォトサイト、リアサイトも交換保証可能ですから。まあ、あれですね。ハンドガードと、フレームの、その、継ぎ目の部分がちょっとなんか。高さちょっと変わってますよね、これね。レールから出てきたところで、フラットじゃなくて、若干盛り上がって。ちょっとなんか盛り上がってますよね、そこね。はい、こっちから見た目でもわかるんですけど。これ、レールで若干盛り上がってる。ここにちょうど被れせちゃうと、ちょっと段差で。噛まなくなっちゃうかなと思う、だから前か後ろかっていう感じになるかもしれないですけどね。はい、どちらかというと、やっぱデザイン重視。の方が強いですね。はい、で、レールが、ハンドガードは、このサイドレールが分離式なんですね。穴で止めるタイプのがついてますね、こう。はいはい。それが最近流行りの形ですね。はい。で、下にはアンダーレールが1個長いのがビッと入ってます。はい。で、このバージョン2って何が違うのかっていうと、サイレンサーが、ゲームに出てきたような長さと同じにしてるんですね。これ長くて、で、バージョン1というのがハンドガードがちょっと長いんです。はい。で、サイレンサーを覆い尽くすと、形だと。はいはいはい、こっちがゲームに忠実に再現したもの。で、個人的な好みで言うと、バージョン1の方がなんか、スタイリッシュでかっこいいですね。隠れてるもんじゃん。はいはい。で、まあ、バージョン2はその忠実に再現したっていうところですから、そこはこの銃の、デザインを優先されてる部分ではいいのかなと思います。で、まあ、一通りブワーって言ってきたんですけど、じゃあここからですね、こう内部メカについてちょっと話したい。これ内部メカもですね、実は、電子トリガーっていうのが入ってまして、電子トリガーって何かっていうとですね、今まではアナログ的にスイッチをトリガーを押すとオンオフしてたんですけども、うん、基板になっていて、はい、そこでいろいろなものを制御してるというんですけども、こうセクターギアに磁石が入ってて、その磁気を読み取ってセミのレスポンスを上げたりしてる、ちょっとハイテクなんですよ。ハイテクさんなんです。で、セミオートフロートの、セミオートのレスポンスをですね、今からじゃあ、やっていきます。はい、なかなか良い、うん、さっき実はですね、さっき2丁取ってた時に G&G の MOSFET も打ったんですね、はいはい、で、MOS と比べると MOSFET の方がちょっといいかもしれないですね、比べるとそうね、うん、音的にはこんな感じする。今結構無茶してます、うん、で、あとですね、これ重要なところで皆さん覚えておいてもらいたいのが大会戦音ですね。はい、まあ、電動ガン打ってる人ってみんな同じ音じゃないかって結構思われるかと思うんですけど、はい、長くいじっていくと、ギアの鳴りの音なのか、どこのギアがすり減りそうなのか、大体分かってくるんだと。はい。まあ、嘘のような本当の話ですね。嘘のような本当の話。これ経験値でですね、あ、これはもうスパギア、そろそろ危ないよっていうと結構当たったりするんですね。はい。で、これ今、ベベルギアっていうの、ピニオンギアっていうのはちょっと鳴いてるんですね。はい。キャ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 っていうのが。ちょっと表現しづらいですけど、これはちょっとあまり噛み合わせいい音してないんですね。個体差はあります、ね、あります、はい。ただこの機体に関してはちょっと音が鳴ってるかなと。はい、で、まあそれの安心も兼ねて、いろいろとカスタムをしたりとか、オーバーホールをしたりっていう依頼がありますので、はい、ゲーム運用するのはもちろんこのままできるんですけど、より安全にというのはそういうのをした方がいいかもしれない。他の動画でも言ってますけど、海外製のは、新品で買うときでもカスタム一緒にしちゃった方が安心ですよね。安心で、やっぱ、まあ、ショップさんで面倒見てもらえるし、その辺はうまくカスタムしちゃった方が、最初から安心、安全、長く使えるんじゃないかなってことですよね。値段もですね、初めにこう、いや、初めの新品の方が絶対安くできてますよね、大体。持ち込みとね、最初からそれでお願いしますっていうのだと、ちょっとやっぱお得感をね、新品で買って一緒にカスタムしますって言った方がね、いいと思います、ね。はいはい、ハニーバジャーはですね、個人的にですね、非常に長さがいいのと構えやすいですよね。女性も本当使いやすい。内側に、はいはい、今ストック伸ばしてますけど、はい、もう非常に
バランスはいいんです。軽いっていうのが何よりもですね、ゲームウェポンとして僕はおすすめなんです。あとね、やっぱな何がきっかけでもいいんですけど、ゲームのきっかけでこういうモデルがちゃんとしっかり出てきたっていうのは非常にいいことだと思うんです、はい、きっかけになりやすいじゃないですか。実銃のは僕知らないけど、この銃だけなんか非常に詳しいよとか あるじゃないですか。で、まあ浦賀さんと自分もいろいろ、僕はゲーム結構やるんですけど、浦賀さんはあんまりゲームはやらないので、ゲームをやる人だとこの銃って、あ、すごいなと思う。でもミリタリーやってる人って別にゲームやんなくても M4 とか実銃の詳しい方いらっしゃいますから、だからいろんな入り方のきっかけとしてゲームから入ってですね、こういう銃を持つのもすごく最近はありじゃないかなと。そういうゲームのきっかけになるかなと。ゲームの人はね、エアガンは知らないんだけど、実銃のスペックだけペラペラ。もうすごいじゃんっていう人がね、結構いるんですよね。名前は全部知ってます。そう。何ミリの口径で、長さがいくつでとか。はいはいはい、それは実銃エアガンだよ、これはみたいな。そうですね、6ミリが基本になってる。ので、まあ、ハニーバジャーは、これすごく人気があるので、今も人気、はいはいはい、バリバリありますよね。今最新のゲームで使われてるんですか。ちょっと前、結構前なんですけどね、それに出てきてやっぱり印象に残ったっていう印象なんですね。だからこのメーカーさん、アレスさんがですね、これをモデルアップしたらかなりこう、大成功、はい、最近そういうのが多くて、ゲームから出た銃がモデルアップされてますもんね、はい、私はもう全然ちょっと話が少し飛びますけれども、はいはい、ね、ブラックオプス2でしたっけ。あ、はいはいはい、あれの CM ね、ちょっと出てますね、ちょっとだけ出てますかね、私ね、でも撮影に行きましたよね、はい、いやー、なんかね、このミリタリーのそういう関係がやっぱあるんですよね、そういうゲームとのこのミリタリーのつながりって、ちょっとその現場でちょっと怪我しましたけどね、結構、えぐく行きましたよね、えぐく怪我しましたね。まあ、そうなんですよ、もし興味あるとね、なんか探してみてもらえればあるかもしれない、どっかに転がってるかもしれないですね、で、まあ、このハニーバジャーなんですが、人気があるっていうのがやっぱりこう見た目がやっぱ一番だと思うんですけど、性能がどういうものなのかって、これからまあ実写とかもやってますけど、はいはいはい、まあ、軽いから、長さがちょうどいいって言ってて、じゃあ実寸のサイズとかどれぐらいになるのかというのも、まあ、全体今これサイレンサーになってるなってないんですよ、これ確かね、あ、バレルがインナーバレル入ってる、来ちゃってる、ね、あ、じゃあ外観だけと、そうですね、で、まあ、伸びてるの、まあ、でも普通だったもんね、普通でしたね、じゃあちょっとですね、長さを測ってきたかなと思います。はい、はい、はい、やっと来たハニーバジャーと思ってる。ハニーバジャー、ハニーバジャーって大コールがあー、5メーター、はい、はい、フロントから収縮時で665ミリでございます。はーい、はい、なんつうの、このリアクションの微妙さ、まあ、確かにこれ、まあ、伸ばした状態です、伸ばしたら770cm、 サイズ的にやっぱ使いやすい、 CQB ができる、まあ、近接戦闘がしやすいサイズなんですよね。そうですね、やっぱね、で、これも吊るさなくてはいけない、高さ、おー、イエーイおー、イエーイ高さ、高さ、まあ、マガジン入れて測りますが、移動の際はマガジンはお抜きください、極力ね、はい、はい、23cm、 はい、ガンケース入れるときもマガジン外した方が、外してください。でもドットサイトとかつけても 23cm ぐらいで多分いけるだろうということですね。上が伸びるだけなので、はい、で、今ですね、さっき吊るしに行こうと思ったんですけど、これですね、吊るす場所があんまりない。おぉ、いえ、あ、そこか、前のあんだね、はい、皆さん、はい、この会話をしてることは、吊るしが復活したということ、はい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 、もうやっとですよ、こう最近見ねえなと。そうですね、はい、あいつ調子に乗んじゃねえよって多分思われてると思うんですけど、でもね、やっと吊るし、吊るされ、吊り吊り吊るあれ、ああ、でも、これはね、ごめん、あと参りました、 2.4 ですね、 2.4、 うん、でも重たいぐらいやっぱ重いんですよ。あ、まあでもいろいろこれつけちゃうと、ドットサイト、ライト、レーザー、3キロいくかな、3キロコースって感じだよね、うん、弾入れたりな、そうですね、これバッテリーだけなんで、はい、だから初めてのやるユーザーさん、まあ経験ある方としても、うんうん、セカンドの銃としても持っていいですし、ファーストの銃として持っててもいいし、
ただね、やっぱ一つ気になるのは電子トリガーだから、うん、パーツが壊れた時ないっていうのが欠点があるんですよ。セクターギアは特殊だったりするので、はいはいはい、それ の, あの修理の時間はまあ覚悟って思うといいんですけど、ちょっとそうじゃないと修理急ぎたいな、アフターは早い方がいいなと思って、ちょっとそうするとカスタムも限られるの限られるの、うちだとアンブレーカブルできないんですよ。あ、はいはい、これはベーシックチューンとブラッシュアップとか、はい、中のメンテナンスぐらいしかできない欠点はありますけど、操作性が非常にいいので、取り回し、サバゲーやる人には本当にいい順位だと思います。うん、まあ、あとは実写性能ですよね、ね、何はと思われ、はい、外観はまずはこんな感じであると。そうですね、外観は、やっぱ打ってね、万物もんなんで、ちゃんと使えるのかどうか。弾が出る、弾道がしっかりしてる、命中精度。そうですね、ホップアップとかもいろいろありますから、はい、そういうところも含め、ご紹介していきたいと思います。それではですね、シューティングレンジ行きましょう。ドクト、はい、皆様、それではですね、アイスカイシューティングレンジの方にやってまいりました。はい、はい、はい、そうですね、さっきですね、紹介してたハニーバジャーのですね、実写性能をですね、皆様見ていただければと思っております。イエス、ハニバジャ、イエス、ハニバジャ。今ですね、東京マルイの 0.2g の、ベアリングテーマのビビナーをですね、ハメメマージンの中に入れて巻き終わっております。はい、ちょっとですね、巻いてたらですね、パチンって巻き終わったらこう、おう、ちょっとホールド弱いんですね、これね。早速何か、お知らせ機能じゃないですか。違いますね、これね、違う、巻き上がり機能じゃない。巻き上がりましたよっていうわけじゃないですね。で、まあ、こうちょっとマガジンもやっぱいろいろありますね。それでですね、今ハニバジャの弾速をですね測っていきたいと思います。87キャッチですね。87ポイント、17.8。 はい、まあね、標準的に弾速結構出てる方だと思います、この中で。そうですね、結構出てる、ね、でですね、じゃ あ, 皆さんに弾道を見てもらうということですね。今日もここに待機していただいて、強しくですね、ちょっと打って弾道を見ていただこうと思います。はい、まあ、ポイントとしてはですね、その弾道と球弾ですね、どれぐらいいいものなのかというところですね。はい、じゃあ見ていただければと思います。はい、はい、300連マガジンを1本丸々打ちますので、はい、球団、今のところ球団ギラも具合がなかったですね。はい、ちょっとですね、さっきのリハの時にね、弾道が非常に乱れたんですね。多分温度か何かわからないですけども、冷え切ってたのかもしれない。今打ってみると正常な弾道になったんですね。そういうところをお見せできればと思ったんですけど、さすがにちょっと一瞬こうゾワッとしましたね。これもかっていう、それぐらい買いです。お知らせ機能じゃないですよ、今。あ、また、はい、巻き上がりましたよ。巻き上がりました。
こう押し機能じゃなくて、あの弾道、はい、そういうホップアップですね、また注意してみてもらえれば。じゃあ、10センチのターゲットを狙っていきますね。はい。あとは、これで対します。お、これ10センチでいかれる。あ、そうですか。大丈夫ですかね。え、ダメですかね。私結構カメラ越しに見てる弾道と集団性が、あ、若干散らばってますね。次は結構この機体あります。この機体が多分知ってる。はい、じゃあですね、受けターゲットをですね、はい、打っていきたいと思います。はい。最高どう？はい。下ですね。はい、今サイトから目外してるんですか、はい、サイト通りやると見えない、はい、ちょっとですね、ちっちゃすぎて見えないんで、どっちかっていうと、いいのかもしれない。一度合わせてしまえば、厳しいよね、やっぱね。厳しいわ。ごめんなさい、いいとこばっかりは見せられないんですけど。まあまあ逆に言えば、まあ、ちょっと個体差があるにはあるけど、ちょっと散ってるんですよ。この距離 15m 前後でも、10cm だとちょっとまとまりが悪い。振ってますよね、結構振れてます。うん、これはまあ、チューニング結構前提になってる部分がある。はいはい、これはチューニングするのだいぶ良くなります。ホッパー機変えたり、バレル変えたりとか、はい、かなり。こういうふうに、こういうふうに今ちょっとビット合ってなかったので、もう一回。ああ、はい、あ、まあ、おおよそ打ち切ってはいる。ああ、そうね。ただちょっとちょっと残りの段々が、いや、ちょっと多めですけど、まあまあこれぐらいだったら、はい、マガジンとしても性能大丈夫かなと思います。まあ、これの何百ぐらいでしょう、300ぐらいでしょ。これは確かマグ、P マグ、ああ、なんだこれ、 P マグって言っちゃっていいの、タイプ PMC って書いてますよね。で、ハニバジャーなんですけど、リクエストが非常に多かったということで、はい、嘘をつかず、しっかりとデータ値を出したかったので、あえてこのままの結果で言わせてもらいますが、はい、やはりですね、海外銃というところの1箇所、弾道の乱れ、これがはっきりもう目に見えて分かった。で、撃ってる人が下手なんじゃないかという意見もあるかもしれないんですけど、まあ、それは置いといたとしてもですね、ちょっとこの散り方は、ゲームユーザーさん思ったので、ちょっと気になるのかなって。ね、サバゲーで、この距離ぐらいでギリだよね。ギリギリですね。で もっとね、散らばる機種もあるからね、ありますね、世の中にもね、はい。まだまだいい方なんだけど、海外戦でしたら多分、すごく優秀な方なんだけど。まず、すんなり弾が出たことがまず優秀な方ですね。で、そこからかと思われた方がいらっしゃると思うんですけど、いろんな順を見ていくとですね、まずすんなり弾が出ないというのは当たり前のようになります、はいはい、でこのハニーバジャーだけじゃなくて他のメーカーのものも売ってるんですね。弾がまともに入れないとか当たらないとか、はい、セミオートで売ってるのにやつがプロペラしそういうのが多々あるんですけども、その点に関しては機能面セミオートフルオートしっかり使い分けてましたし、あとホップアップもですね、ホップアップにちょっと難があるんだと思うんですけど、あ、今のその辺をちょっと違うまあ、パーツ交換してあげればだいぶ良くなる。でもゲームで十分使えるウェポンになると、うん、他のところはなんかね、良さげだもんね。良さげですよ。長りの入りも良かったですし、はい、ただですね、結果は一切もう打ったまんまやらせなしでやってますので、はい、まあいろんな意見があると思いますが、ちょっとアイスカイとちょっとやっぱり私のアイスカイとした感じは少し散ってるんで、はい、どうしても外見だけでね、コスプレしたいとかそういう人にとっては、
まあ別にチューニングしなくてもいいと思う。外だけで構わないけど、この銃はやっぱチューニングしてゲームで使った方がかっこいい気がする。ゲームで使いたいんだったら、まあオーバーホールというか、一、ね、回中を開けて調整して、お近くのショップでも構いませんので、うん、プロの目で見てもらって、いいものなのかどうかっていうのを判断してもらうのも、はい、いいかと思います。調整した方が絶対気持ちよく使えますよ。はい、という結果ですね。で、今回ハニーバージョンの紹介させてもらったリクエストをいただいたりしてましたね、これで、はい、チャンネル登録っていうのが、はい、YouTube の機能ありまして、今日あんまり言ってなかったね。はい、ですね、チャンネル登録、はい、登録をしていただくとですね、ぜひ下の方にボタンがありますね。ポチッとありますので、はい、そこをポチッとクリックしてみると、あなたはデメリを取り込むね。ぜひね、コメントなんかも、そうですね、ハニーバージョンもその熱意で、はい、心多かったですからね、皆さんね、はい、これはもう早速予定に入れさせてもらって、トラスいろんなものが今ねコメントいただいて、はい、これがいい、あれがいいね、まあ、いただいてますけど、ぜひあのエピソードもね添えていただけると、ね、こっちもあーじゃあ取らなくちゃなって思いますけど、ただ見たいだけだと ね、まあ、もちろんそれでもいいんですけど、いいんですけど、できればもうちょっとなぜ見たいのか、思い出のね、はい、なんかゲーム初めて使ったんだとか、そういうのも、はい、あると、あーじゃあそれを思い出してもらおうかなと思ったりしますから、はいはい、悲しくないエピソードをお待ちしてます。はい、はい、ハッピーです。それじゃあですね、ハニーバージョンの方はですね、皆様の希望が多かったので大会戦に取らせていただきました、はい、ぜひですね、皆様これを参考にしていただいて、チューニングするそのままパックアウト様々ありますが、ご検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、アイデアメン。